天竜は日本海軍の軍艦で、艦首はスループになる。艦名は天竜側にちなんで名付けられた。海門の姉妹艦として、横須賀造船所で建造された。1894年からの日清戦争に従軍。1898年に艦艇類別等級標準が制定されて三等解剖艦とされた。日露戦争にも従軍。1906年除籍。 雑役船に編入され、舞鶴海兵団練習船として用いられたが、1911年に廃船となり売却された、三小ーバーク型のスループ、解剖艦とする文献もある。今衛では、海門と同型艦のスクリューコルベットに分類している。また、日本海軍艦船名校では、巡洋艦と称している。潜在脇で、横須賀造船所で建造する。 木造船体の軍艦は天竜が最後になった。計画用目は以下の通り、1885年1月に竣工前の重心検査を行ったところ、復元性能の不足が判明した。このため竣工時には艦隊へではなく、横須賀鎮守府へ引き渡して、横須賀造船所で原則推薦部にバルジを装着した。このバルジは推薦幅を増加する目的であり、 喫水線上下の限定的な範囲だった。バルジの外面、内面ともに木材で作られ、片原約 460mm で水線幅はカイモンより 960mm 増加した。期間はカイモンと同一である。蒸気圧力は65ポンド、平方インチに上昇した。また制度性スクリュープロペラはカイモンが4翼に対し、天竜は2翼と形状を変更した。 公私成績また日露戦争前の成績として1167馬力12ノットという値もある。表の兵装は横須賀海軍戦争誌による、その他の文献による兵装は以下の通り、改装後の天竜日清戦争後に呉海軍造戦争で改装工事を行った。搬送の管理下、煙突の固定、環境の新設、 艦首をクリッパー型から直線型に改めた。また1900年1月に、クレ海軍造船賞で同形式のシンボイラー4機に交換した。1877年6月15日に、横須賀造船所が250馬力軍艦の設計の任許を求めた時に、同時に同一艦をもう一隻建造することを上進したが、その時は追って指令するとなった。横須賀造船所では、 着手済みの艦の作業手順を整理するなどを行い、改めて11月24日に建造の認可を支給求め、12月1日に建造が再去された。1878年2月9日寄港、2月19日、横須賀造船所で建造中の2隻は、海門と天竜と命名され、翌20日に横須賀造船所は最初に着手した艦を海門 次の間を天竜と決定したことを発表した。1883年2月26日、天竜の投球は3等とされた。8月18日午後4時から、浸水式が行われた。有栖川の宮たる人親王、有栖川の宮武人親王、小松の宮秋人親王、伏見の宮貞なる新納、梨本の宮菊馬郎や大木三義、山形三義、伊藤三義。 黒田内閣顧問、河村海軍卿などが、横浜港から横須賀まで総流丸に乗船、浸水式に臨席した。1885年2月26日に、講師運転を行い、3月5日に竣工、横須賀陳府に引き渡された。その後は、横須賀造船所で引き続きバルジ装着工事を行い、翌1886年春に収益した。 1886年5月26日に長崎港を出港、囲碁朝鮮での警備を行い、翌1887年1月12日に長崎に帰着した。1890年8月23日に第一種に定められた。1891年10月31日、クレコを出港し、新国での警備を行い、 1893年3月15日、長崎に帰着した。1894年7月23日に、天竜は佐世保港を出港。2日後の25日に日清戦争が開戦となった。天竜は大連、旅順、遺海へ攻略作戦等に参加。1895年5月2日に佐世保港に帰国。5月13日に、 日清戦争は終戦となった。1896年1月18日にクレコーを出港し、台湾方面で活動した。8月25日鹿児島に帰国した。1897年6月26日にクレコーを出港し、台湾方面で活動した。11月26日に火災事故を起こした。1898年1月26日。 3月21日、官邸類別等級標準が制定され、天竜は三等海防艦に類別された。日露戦争では、神戸港の警備に従事した。1906年10月20日に除籍され、雑役船に編入、舞鶴海兵団練習船となって、舞鶴軍港に提携された。1911年4月1日敗船訓練。12月21日、売却訓練。 1912年3月25日に売却された日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づくありがとうございます。